ディーカー、皆さんこんにちは、はずきです。すごい日本語と一緒に今日も勉強しましょう。前回のビデオまでに46文字のひらがなを勉強しました。今回のビデオからはカタカナを勉強していきます。カタカナはひらがなと同じ読み方です。しかし形と使い方が違います。カタカナの見た目はひらがなと比べて角張っています。見た目もひらがなと全く違うものばかりです。ではなぜカタカナを勉強するのでしょうか。それは外国から来た言葉などを発音するときに分かりやすくするためなんです。例えば外国の国の名前、人の名前、外国から来た言葉や外国語からの借用語などです。またカタカナはオノマトペにもよく使われます。皆さんは漫画などで効果音などを見たことがないですか。こんな感じです。他には技術的、理化学的な言葉にも使われます。あとは強調したい時などにもカタカナが使われます。それではカタカナを勉強しましょう。はじめにあ、この字を覚えるときはアーティッ、アーティッ、太陽の意味ですね。これを思い出してください。このようにして書きます。発音しましょう。あ、あ。次にい、この字を覚えるときはイガー、イガー、カラス、これを思い出してください。このようにして書きます。発音しましょう。い、い。次にう、この字を覚えるときは、羽毛、羽毛、トンネルを思い出してください。このようにして書きます。発音しましょう。う、う。カタカナうは濁点があるバージョンもあります。これは V を発音するときに使います。日本語では V の発音の言葉がないため、ほとんどの日本人がこれを B の発音で読んでいますね。次に、え、この字を覚えるときは、え、え、タイの発音、タイ語の発音、これを思い出してください。このようにして書きます。発音しましょう。え、え。次に、お。この字を覚えるときは、おう、おう。つぼを思い出してください。このようにして書きます。発音しましょう。お、お。ひらがなで子音を長く発音するときには同じひらがなを2つ続けて書きます。だけどカタカナには長音を表す伸ばし棒があります。このようにして書きます。この伸ばし棒を見たら伸ばし棒の前の文字を長く発音しましょう。またカタカナでは小さな母音あ、い、う、え、おを使って二重の音を表すこともできます。例えば、うに小さいいで、ウィとなって、ウィと発音します。うに小さいえで、ウェとなって、ウェと発音します。これらは母音のみで作られる二重字音です。イェ、ウィ、ウェ、ウォ、
ば、び、べ、ぼ。日本人は V と B を区別しないため、これらのば、び、べ、ぼは B の発音で、ば、び、べ、ぼと書かれることが多いです。では、もう一度習ったカタカナを復習しましょう。あ、い、う、ぶ、え、お、あ、い、う、ぶ、え、お、え、ウィ、ウェ、ウ、イェ、ウィ、ウェ、ウ、ヴァ、ウィ、ヴェ、ヴォ、ヴァ、ウィ、ヴェ、ヴォ。では、テストをしたいと思います。これから10個問題を出すので、3秒あるので答えてください。では、行きましょう。この文字を発音してください。え、え、ウィ、ウィ、あ、あ、い、い、わ、わ。ぼ、ぼ。次に正しい発音のカタカナを選んでください。お、お、1番です。ウェ、ウェ、1番です。ビ、ビ、2番です。う、う、1番です。どうでしたか？うまくできましたか？ここで2つのカタカナを紹介します。あ、日本人は何か思いついた時などによく、あ、と言います。例えば、あ、宿題忘れちゃった。もう一つ。おー。日本人は何かに感心したりするときなどによく、おー。と言ったりしますね。おー。次回は家業のカタカナです。では、次のビデオでまた会いましょう。サワディーカー。バイバイ。I'm not afraid.